全国の政令指定都市特別自治市とは日本の大都市制度の構想を。2010年5月に相模原市内のホテルで開催された指定都市長会議において指定都市市長会が初めて提案したものである。政令指定都市が独立し、地域の県税をすべて市税移管し、現在は県が担っている業務も移す。県側は県税で行われている富の再分配を廃止し、 政令都市以外の行政サービス低下を意味するため、2020年時点でも特別自治市は存在しない。指定都市市長会では、住民がより良い行政サービスを受けるためには、近接性の原則、保管制限理に基づき住民に最も身近な基礎自治体を中心とした地域主権改革を進めることが必要と考えている。そのため、 現行の政令指定都市制度を抜本的に見直し、大都市が住民に身近な施策の責任を果たしつつ、権益の水平連携の核となるとともに、日本を牽引するエンジンとなるための選択肢として、大都市が一元的、総合的に行政サービスを提供できるように、事務権限とその役割に見合う自主財源を制度的に保障する新たな大都市制度として提案した。 政令指定都市側と同府、県側政令指定都市が独立した場合、政令指定都市域からの県税がすべてなくなる。県側にとって、県内で最も人口を集め続ける政令指定都市の過密、他地域の過疎と貧困が加速し、県税で行われている県内の富の再分配がなくなることで、政令都市外の行政サービス低下を意味するために、 賛成する都道府県は存在していない。ありがとうございます。